ここ12試合では1度しか負けていません。またホームでは5勝1敗この熱狂的なサポーターの前でしっかりと結果を出しているのが浦和レッズ。フルーツが跳ね返していきます。両脇塚、ここからシュート狙っていった、吐き出しました。あの位置から狙っていきました塚です。ここ少しね風も考えてっていうのもあったと思いますけども、思いっきり狙いましたね。もう枠にはもちろん飛んでましたし、はい、ボールスピード速かったですか。内からニア、ここは跳ね返されますが、ね、ディゴピツカシュートだ、ディフレクトして鈴木優馬だ、ナイスキーパー。ここは西川のセーブです。この一つ一つの競り合いの迫力も両チームともありますね、はい。これは先ほどのシーンでしたね。そうですね、少し前のシーンですけれども、はい、選手のシュートシーンでしたけども、はい、まあ、多分ニアを狙いたかったとは思うんですけどね、うん、もう思った以上に彼は色気がボールを奪った。酒井が持っていく、伊藤敦樹、酒井が走っていますが、ここは早川純平、シュートはブロック、高橋まで上がっている。トラップをして秋元の落とし、そして荻原からクロスが入る、ホセカンテ、ナイスキーパー。クロスに対してここからすごく叩きましたけどね、まあ、これは早川選手のナイスセーブでしたね。まあ、しっかり叩けてますけども、すぐに放り込まずにここは常本、そしてここで試合終了の笛ということになりました。結局は両チームともに得点には至りませんでした、うん。